はい、どうも、ゴリラスタジオです。今回も、セブンデイズトゥデイ、こちら、プレイしていきたいと思います。それでいく。いいです。前回これか、精錬炉作りましたね。これで、釘とかね、鉄とかなんかいろんなものが大量生産できるようになりました。ほんで、俺はそれで作業台を作るのを目指していると。そんな感じですね。ただ、ダクトテープがないと。だからまあ、今日は、作業台作るのと、AK-47。世界で一番使われているアサルトライフルみたいな、そんな銃をね、作っていきたいと思います。それでは、行く。ほんならじゃあ、作業台作る、作業やっていきますか。とりあえず、ダクトテープがね、足りないと。あと、ダクトテープだけなよな。多分足りひんの。粘着剤歯切れね。これ、粘着剤が、なんかで作れるんかな？粘着剤。これがスーパーコーンか。スーパートウモロコシ。あ、骨と水でも作れるんや。骨と水で作れんの？だいぶよくね？じゃ、とりあえず、作業台作る材料は？作業台。錬鉄、機械部品、ダクトテープだけが足りてないから、で、水は俺結構あるはず。食料。ほら、水も、もうだいぶね、水作ってるんで、ちょ、水10個ぐらい一気に使っちゃうか。ほんで、鍋で、泥水を沸かすと。もう水がね、ほんまにもう、あれ？泥水俺拾わんかったっけ？あ、せ、ほんで鍋も拾ったんやった。鍋ちょっと一個、コンロ増やすか。いいですね。んで、こっちにも水ができていると。と水と骨か。水と骨。骨骨。骨クソほどある。あ、ここにもあるよ。で、水と調理鍋が必要。ほんなら、調理鍋が必要やから、ここで骨と、これか。10個作っとくか。よし、いけた。ほんで、こっちでは泥水を水に変えておくと。最強やん。あ、16分もかかるんや。39分燃える。で、さらに、ここで泥水収集器を、泥水を回収しておくと。はぁ。これもうほぼほぼもう、無限やぞ。もう水も食料も何も困らんくなってきた。で、今ちょっと水分値下がってますね。水分値下がってるんで、まあ、ピュアミネラルウォーターでも飲んどくか。いや、贅沢な暮らし。ハンドガンちょっと直しとくかな。修理キットどっかにあんねん。これか。やっぱハンドガンはね、大事です。結構使える。修理。これは強えんでね。改造パーツでなんかパーツとかも作りてえけど。朝になっていく。朝日が、綺麗。ほんで、俺はここ、こっちか。こっちで粘着剤がもう4個もできてますと。で、この水回収。で、さらに、粘着剤作れるじゃないですか。レシピ、粘着。うわ。もうこれダクトテープ余裕ですわ。歯切れがいるんやったっけこれ。粘着剤って。なんかそんなんやったやな。ダクトテープ作るのに。あと歯切れ。で、歯切れ、こっちでいいか。ダクトテープ、大量生産。これで作業台作れるわ。うわ。すご。成長したな、俺も。あー、ダクトテープが。来たぞ。これで AK 作れるぞ。ほんで、作業。あれ？一緒に資源がありません。ん？あ、木材か、木材か。木か。ちょっと木買ってくるか。次来んのがあと3日後か。割と時間ねえな。あれ、木材ってこんな出てこへんかったっけ？これ、切り株、木を倒したら、どさっと。よし。いいよ。よし、こんなきゃっていけるでしょ。来た！あ、6分もかかるんや。さすがに投げんや。よし、6分待つか。ほんで、AK は？ AK は何やったっけな。マシンガンパーツ、錬鉄、ダクト。ここでもダクトテープ使うよね。と、バネか。絶対あるね。ほな、一回ミッション行くか。まだまだ粘着剤作っとくぞ。骨なんかも一生、な、拾えるからな。よし。ほんなら、ミッションから帰ってきたら、やるんで、一回全部置いていくか。いや、いいね。こんなもんか？いるもんは。この辺いらん。どうもいらん。よし、こんなもんか。じゃあ行きますか。クエスト受けに。綺麗な。こんなグラフィック綺麗かったっけ？このゲーム。チャリもボロボロやん。AK 作るまでの辛抱やな。そしたら弾も作れるか。あれ？なんか俺仕事行ってない？あれ？あれ？バグ？あれ？仕事受けれへんねんけど。ん？俺なんか行ってないか？クエスト。あれ？なんか行ってない。ん？
この回収一層俺行ってないぞ。俺仕事放棄しとったんや。よし、行こう。働きに行くぞ。で、今、弓矢もあるね。よし。弓矢あるから、ステルスができる。ステルス攻撃。あれ、なんかミッション行った記憶、気持ちでおったな。そうやな、前回あれか。前回なんか生存者の家みたいなの見つけて、そこ立ち寄ってたんや。それでミッション放棄してた、俺。思い出した。さあ、どこや？近づいてきたぞ。うわ、これ、水の中大丈夫か？あいだー！もう最悪。まあ、基本ハンドガンと弓矢で生きてえな。マジか。びっくりした。ああ、こいつぐらいやってやっちゃうか。あれ、てか、俺、拳武器は？あった。なんであいつ、あれ、あそこどついたん？え、てか、もう作業台できるんやけど。あほ、何しょねん、くれ。コミックス。いいね。ちゃんと頭に当たると爆発的な威力を持ってますね、この拳。21歳。レッツゴー。こいつらもう走るんよな。はいよ。拳で。よし。ここか？あれ？どこや？もうすぐのはず。ここもなんか建物ある。楽しそうな。ここ来たことあるかな？はあ、なんかおもろそうな建物やで。これか。でかくね？なんやろこれ。なんかの施設やな。封鎖されてるもん。レンジャーステーション。なんか自然保護管理団体みたいな感じだったっけ？いや、出てくるな。どこや？なんかおるけど？こいつか。さあ、ぶち殺すぞ。見て。フェラルや！フェラルやでー。ここフェラルやでー。やばい、こっち来てるかも。あー、来てるか。やっぱ銃撃つとな。よし、頭強い。どこやザコ。こいつ誰？なんかどっかヘビもおる。よし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 、こかしていく。そして拳でフェラル勝てこれ、ね、オッケーオッケー。よし、ノーダメで生きたのはでけえ。なんか変な音するんやけど、ずっと横から。キノコ胞子、泥水、よし持って帰ろう。もう泥水いらんのよな。てか持って帰らんで。シャムさん食っとこう。1個ぐらい食っても下痢ならんのよな。なんか連続で食うと割と下痢になるけど。この橋をなんか意味あった？おー、スクラップポニーはでけ。これは？やばい。あれ、あ、お前どっから入ってきた？お前ザコムシ。的確に頭をどついていく。お前くそ。よし、虫キャラが。なんかずっと蛇の音みたいなショットはないやん。まだちょっと近接で進まれへんな。あれ、やっぱな、ハンドガンが強すぎる。ハンドガンっていうか銃。だいぶ節約できてるな、あのアサルトの弾。でけえわ。ちょっともう囲まれたらきちいけど。これ大丈夫かな、シャムさん。そろそろ腹壊しそう。いやー、こいつしぶといぞ、多分。よし。で、倒れたら、すかさず拳でどついていくと。よし、
完璧、立ち回り完璧。これアイテムあるぞ多分。ない、うんこ。シャムさんこれ食おうとしたっけ。まあいいや、シャムさん食わんとこ。シャムさん食わんでも俺肉いっぱいあるやろ。あ、生肉か。生肉の状態でなぜか来てる。ちゃんと見てなかった、食料。どこや、こっちか。オッケー。えい、よい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 。こいつら頭打ったらな、倒れるんよ。あ、マジか、危た。早っお前足。はい、ザコツ。ショットガン、玉眼、ハンドガンブック、ハンドブック、マシンガン使用時、連射が続いている限り、一発命中ごとにダメージ量が1ずつ上昇。強い。これでも読んだことあるな。読んだことあるマークがありました。お、これか。これなんや。クロスボウの弾。ミッケー。え、これ配達一層か。そういえば。配達一層はきちいね。あー、黒焦げ肉食っとくか。こういう川張りのソファーいいよな。釘、鉄、いいね。でも釘もな、もう無限生産できるもんな。無限ではないけど余裕で作れるもんな。ハンドガンの弾も割と使っちゃってきてるかな。犬小屋、これ蛇がどっかにおるよな。蛇か、あ、おった。おい、はっ、マジか。いや、お前どこにおった犬こら。くっそ、蛇まで強くなっとる。うわ、犬こらおったか。くっそー、かすり傷された。くー、かすり傷は一般的な怪我。体力の最大値 6.2% 低下、回復速度 100%。 さあどうしよう、治療しちゃうか。あ、ちょっと食らっとるしな、治療しよっか。くー、いやマジで一瞬の判断ミスが命取りになる。あ、これなんか読んでないやん、これ気をつけねば。いや、この犬小屋があったら犬がおる合図やな。気をつけよう。エリアでかくね、これ。マシンガンパーツでけ。これで AK 作れるぞ。どこや？あいつか。ここいいね。もうこの塀で囲まれとうからだいぶ強い。でもどつかれてますわ。あ、ここ開いてるやん。ん？なんこれ？これ耐久力結構あるかな。あ、まあ大丈夫そう。え、ここ入りてんやけど。こんなレンチで破壊できんかな。レンチどこや。あった。いや、時間かかるか。くそ。なんか開けれるボタンとかありそうやな。ほな、ここか。入れるとこ。びっくりした、お前。マジか。くそ、こんな雑魚に一発食らっとったらあかんで。よし。勝った。よし。最速ぞ。ナックルラップ。あ、レベル4いらん。9ミリの弾か。で、作業台できてる。軍隊の棚やったらもっとええのあるやろ。セメントとスクラ、粘着剤か。ダクトテープ出てる。でけえ。玉岩石もでも使うことが分かった、まあ、やっぱいらん素材はないんやな。全部が必要。
よし、こかしてとつくと。オッケー。7ミリパスタ缶、フォアグリップか。いいね、これ作れるようになるの。スタミナと機動性が上がるなんかがあった。アーマーにつけれる鉄、オイル、オイルは使えるでしょ。あー、またパンパンになってきた。ブルーベリーの種子はまあいらん、なんかいらんもん。まあ骨いらんか、骨はまあなんかいろいろ殺したら手に入れれるか。泥水もまあいらん。よし、行こう。骨拾っちゃった。釘、わお、いいの出てこい。これはワイヤリング、電気式アイテムのクラススキル工場ね。これはバトンパーツのあれか、部品か。電気部品はいる。シャーウェイ行くか。おるぞ多分。ここ絶対おるな。あ、おるか。いや、豚ね、豚2匹か。ちょ、まずい。こっちにお肉、お肉、まずい。危ねえ。おらおらおら、よし、よし、まだ怖え、こいつらも。よし、一匹やっていく。よし、ハンドガンはもう存分に使うぞこれ。やっぱマシンガン以外のな武器も鍛えないとな。重火器、旧紙幣、俺スキル上げれるんかな。上げれる、うわラッキーな略奪者拾っといてもいいな。ちょっとめっちゃ噛んだ。ラッキーな略奪者、これがあるとなんかいいアイテムが出るんよな。どれだっけ、これか。うーん、通常より少しいいものが見つかる。自ら開けたコンテナの略奪品ボーナスが 5% か。宝物ハンター、はあ、ラッキーな略奪者取っとこうかな。でも 5% だけか。まあいっか、 5% 上がるのもだいぶでかいやろ。ラッキーな略奪者取りました。こいつ絶対動くやん。動かない、アホや。上がるぞ。なんかあるか、あっちに行けるんか。よし、食っとこう。待って、なんか来た。あ、お前か、カラス。うわー、服ボロボロなった。くっそー、服修理できるっけ俺。これもうやばいな、ボロボロの極みやぞこれ。必要素材がありません。何がいいのこれの素材。あ、修理キットか、これ。右側に出てるわ。これも修理か。くぅ。これで死んどるな。あ、ここに階段があったんかな。潰した跡がある。鉛、まあ一応、やばい、もうパンパンや。パンピンや。やべ。よいしょーす。くー、いいアイテムがもう大量にあります。レンチでちょっと回収しとく。これいいね。大量に鉄手に入ってんぞ。テレビも壊しとこう。スクラップポリマー出る。え、マジか、こいつ強そう。あ、死んだ、弱っ。そうだけやん、一丁前な。なんか金庫あるけど。ビーバーボックス。取れへん。取られてるってか。料理の本。でかい。カボチャパイアンロックされた。おるなぁ。声する。OK。マジで、やばい。これまずい。いやぁ。マシンガン使うか。くっそ、こんなゴミ虫に。マジで勝て。くぅ、節約しとったのに。
回復がねえのがやべえ。今。あ、ビール飲んどけばよかった。てか、ビール装備しとこう。いやでも、近接で行くの逆に危ねえな。この先。泥水いらん。お水は俺取れるんで。と疲れてる。解体ツールのクラススキル向上。マシンガンのクラススキル向上。AK レベル6です。地下があるねんけど。これはアーマーアップ。アーマーも作りてえな、そろそろ。うわ、回復来た！回復しようやな、これ、救急包帯はもう。包帯、包帯ね。木材7いらん。よし。じゃあ行くぞ。待って、なんか出てきた！何今の？よし。あ、まずい。これまずい。くっそくっそ、最後やからめっちゃ出てきよった。早くね、お前足だるい。まずい、ここ閉めな。はぁ、うわ、感染した。感染した。感染しちゃった。ちょっと待てよ。うわ、ビタミン剤でちょっと、疲労起こしてる、今俺。よし。オーケー、全員死んだ。やばい、来てるか？まだ来てないよな。これだけ漁って帰りてんやが。開いた。うわ、ここ開いたか。救急包帯。包帯キット、救急包帯、持って帰ろう。くそ、持って帰りたやつ。バイカーヘルメット。スタン耐性2。ミディアムアンマーチ 1.8。これ、強えな。あんま強い気がする。知性、ん？なんこれ。知性を刺激します。知性特性1上昇。これどうやってつけるの？知の改造パーツ。なんかどっかにつけれるんや。種いらん。これは、高音に対する耐性が上がる。ここ持って帰る、持って帰る。ちょっと怖えな。ずっとガンガン言っとる。ちょっと待ってよ。あ、抗生物質あるやん。飲んどくか。いつ出たんや、これ。薬莢と。うわ、7ミリの玉でけ。持って帰りてえよ。パスタ缶食っとくか。よし。さあ、なんかいいの来い。シャムウェイフーズ。フーズやか食べ物かな、これ入っとん。コーンミール。まあいい、いらん。密封缶も作れと。いいの来い。玉来い。なんやんこれ。クソほどいらんやん、これ。建築のあれやん。炎への耐性 25% 上昇。炎耐性が上がっております。別に、いる？炎に俺突っ込まんで。もう俺炎に突っ込まんよ、さすがに。セメント、粘土か、粘土持って帰りたいな。じゃがいもいらん。よし、帰りましょう。いやー、だいぶ漁った、だいぶ漁った。気持ちいい。あ、普通にここ開いとるんや。あ、俺が開けたんか、今。ガシャーって言って。ここだけ漁りたい。最後。警備室みたいな。ない。さあ、帰ったらもう作業台と玉が大量生産できるかもしれんからな。なんか玉の素材もそんなむずくなかった気するよな。玉作って、AK 作って。そしたらもうマジで俺一生マシンガンで暴れるぞ。ここちょっと漁っとこう。うわ、遊牧民グローブ。対被爆ゾンビダメージ 5%。ヘビアマチ 10% 上昇か。強いねー。よし。やっぱラッキーな略奪者取ったからいいアイテムが出てきてる気がするな。リャッキーな略奪者。本は？また炎耐性 10% 上がったんやけど。この家気になるけど、まあ、ほっとこう。もう服ボロボロや。うわ、チャリも火吹いとる。改造、修理キットか。修理キットも作りたいな。なんかおる。ゴミ虫が。じゃあな、ゴミ。足なしゴミゾンビがおった。このなんかポスト光っとるんやけど。いいポストなんじゃん、これ。バット耐性か、バットとコンボの耐久値が上がった。あれ、ここ。前クリアしたな。いや、これ、本が命やな、この世界。マジ本優秀すぎる。アーマークラフトスキル向上。ポストあったら一生開けてった方がいいぞ、これ。じゃあな、ゴミ虫。あ、喉乾き出したか。あ、まあいいや。取りたかったけど。もうチャリやべ。チャリが火吹いてるで。パンクしとんか、これ。これでもチャリ壊れたらやべえな。よう考えると。
チャリ壊れた、だいぶ絶望なんですが。到着。あ、所持品いっぱいか。これもう装備しとこうかな。原始的なグローブ。機動性がな、下がるんやけどな。これはバイカーヘルメット。機動性もね。これも下がっちゃうよね。ただ耐久力が上がる。ミディアムアムチ。あ、でも 1.8 だけか。上昇。じゃあいらんや。手のやつはいるけど。原始的なグローブもこれもうゴミやな。待って。お、これ初期装備ずっと着とったんか。初期装備でずっと着とったわ。このゴミやん。売られへんかった。0円やった、そもそも。ゴミ装備で俺ここまで着とったんや。さて、都市型戦闘。ゴミを踏んでも音が鳴らなくなる。なるほどね。ショットガンね。ハンディランド。修理ツールのクラフトスキル向上。うわ、でけえな、これ。クラフトスキル雑誌。まあ、これやな。こっちやな。ハンディランドやな。ちょっと待ってよ。まず売りましょうか。そして売るときには、ハマキちゃんが必要でございます。あ、これ頭につけれるんや。知能が上がるやつ。これでハマキ装備されてね。で、まず、旧紙幣とか俺取ってたよな。よし、これ売ろう。いいね。さあ、ほんで、このハンディランドか。これはでけえぞ。金何本もらった？金700か。金700もらいました。ハンディランド。いいね。まあ、特に売りたいもんもねえか。仕事は大量発生とか出てるね。弾買っとってもええな。ハイパワーとかあるで。あ、弾によっても結構能力が上がるっぽい。5ぐらい上がってる。まあ、薬莢とか作って自分で弾作った方が絶対に安いよね。うわ、やっぱ足遅なってる気がする。だいぶ。移動速度落ちたからな。8% 上減少って結構できよな。まあまあ痛いよ。ほんで、とりあえず作業台を。これ潰されへんよな。ほんまに潰されたことなくで。しゃー。ほんで、AK、アケ。マシンガンパーツ、連鉄。伝説パーツ。わ、6はやめとこう。5にしとこう。よし。これ拾いましょう。これなんか燃えてるけど。一旦オフとこう。わあ、これも粘着剤が大量にできてきておりますと。で、マシンガンパーツですね。あ、間違えた。直しちゃった。まあいいか。マシンガンパーツここに入ってるか？マシンガン、マシンガン、マシンガンパーツあった。あと、ダクトもいる。バネバネバネ。連鉄か、これ。連鉄足らん？もしかして。ここに来てまさかの連鉄足らん？なんか連鉄結構あった気がするんやけど。あれ、バネ絶対どっかにある。あ、バネあった。いや、連鉄ねえか。連鉄作るか。作れそうやけど、今の俺なら。鉄と粘土。はい、余裕。余裕の言っちゃいんか。鉄と粘土。あ、これでできるやん。どうやって作れんだっけ。連鉄か。連鉄。あ、できた、できた。クラフト。これで鉄と粘土をね、ひたすら溶かしてますと。よし。これもうひたすら稼働させとってもええよな。この中に全部ぶち込んどった方がいいかな。さあ、もうすぐやぞ、AK。で、7ミリの弾は ?7.62。これ AP は何やったっけ？貫通か、AP は。ああ、貫通強いな。箱入り、小入りの箱。100個入りの箱が作れる。あ、ハイパワー弾も。あ、ハイパワー弾はまだ作れへん。まあ、ただ素材がな、結構使っちゃうんよな。まあまあ、でも、貫通する方が強いか。いや、まあでも最初は7ミリの普通の弾は大量生産でもいいね。弾頭と火薬と薬莢ね。待てよ。あと2個ぐらいできる。弾頭と。薬莢はこれやろ？薬莢、弾頭、火薬は火薬。火薬。はいよー。うわー、弾がついに俺も弾が、61発か。まあなかなか渋いけど。ないよりマシよね。全部、フル弾に使ったった。で、弾頭と火薬と薬莢が今度作れるかどうか。火薬もでもそんなね、あ、作れる作れる。薬莢も？あ、作れる作れる。もう全部作れるやん。あ、これ真鍮と粘土ね。で、これ、あれ、精錬炉で作れる。あと何やったっけ？弾頭。鉛と粘土ね。余裕です。鉄が結構作るの時間かかる？あれ、9個。あ、作ってなかった。よし。24。あ、これで作れるんじゃなかったっけ？まだかな。AK。来たー！まだやった。あれ、これ作れる？ 30 いるんか。あ、違うか。こっちじゃない。レベル5がいい。
作れた。で、レベル5クラフト。あ、さっき弾作っとんか。弾一回キャンセル。早く俺は見て AK を 7.62mm、クラフト。よし、いや、いいですね。割とぶち込んどってもいいな。錬鉄結構作っとってもいいな。鉄ちょっとぶち込んどこう。で、水と。あー、忙しい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 。で、泥水、ここ泥水作りゾーンやから、ここでまた作りましょう。水生成ゾーン。こっちは？こっちは粘着生成ゾーンか。肉もね、肉もそろそろ焼きときたい。木材木材。肉、焼き肉。よし。ふー。じゃ、水飲むか。うまし。で、食料で肉を食う。うまし。これも食っとこう。鶏肉スープ。うまし。できてるー。おー、ガチやん。うわ、いかち。ガチすぎる。強えぞ、多分、能力。48ダメージね。48ダメージ。今のやつは42ダメージ。プラス10にされとるね。で、この装備ちょっと外していくか。こいつの。返してもらう。この優秀な装備たちを。よし。それを全部 AK に付け替えると。改造。うわ、AK3 つも付けれるんや。うわ、能力。いいねー。強いよー。弾倉。45発入るぞ、俺の AK。やば。さあ、ほんで AK につけれそうな。これは何？被爆したゾンビの回復能力を90秒間無効。強いね。マズルブレーキ。反動軽減。反動軽減か。ニスコか。ニスコあってもええんかな。改造。ニスコ。いや、ニスコゴミのように見にくいな。使えへんぞ、これ。ニスコ外して、他にもなんか改造パーツってどっかに埋もれてんじゃね、これ。騒音。アーマーのノイズ音を軽減するやつとか。この暗視ゴーグルね。ちょっと微妙やったよな、暗視ゴーグル。断層拡張つけてる。あ、じゃあマズルブレーキかな。反動軽減。よし。もうダメージ60です。ダメージ60で壊す。狩猟ライフルは65か、一発。ああ、一発のダメージがライフルぐらいあるってこと。あいつ試してみる？こいつで。ちょっともったいねえけど。うわ、貞子やん。え、腕ちぎれた。貞子や、吠えられる前に殺しとった方がいい、こいつ。え、バカ強なってる、やっぱマシンガン。こいつ、キャーッ。あ、来てるな。はぁ、来てるわ。囲まれてるわ。ワンパン？ワンパン？ワンパン？ワンパンではないね。やばい、なんかゲロ飛ばされてる。誰かに俺ゲロ飛ばされてる。おい、ヘッショかましていく。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 いいね、大体2発ぐらいヘッショで殺せるようになってるかも。ちょっともったいない。あいつゲロ飛ばしてくるんか。警察か。ヘッショ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 。くー。あ、ま、こいつバカ釣れたっけ。あ、せんかった。まあ強いけど、強いけど、やっぱ油断したらボコられるね、これは。いいですね、強し。さあ、ほんでレベル上がりましたと。でもマシンガンはもうマックスないの。マシンガンこれより上がらんってなると、なんかちょっときつい気もしたな。何あげよう。拳あげてもな、なんかしゃあない気してるんやけどな。ちょっと一回保留しとくか。はい、ということでね、今回こんな感じです。ついに俺の念願の AK が作れました。これでだいぶちょっとね、楽になりましたね。だいぶ強かったからな今。はい、これね、作業台が今回作れましたと。で、この AK、 バカイカチバカイカチ AK が作れました。イカチーなー、かっけー。AK が作れましたと。見てよ、これ。ほら、これ。リアルやなー。ちゃんと作り込まれてる。こんな感じでございます。お前、手あげろ、これ。はい、今回ね、こんな感じで終わりたいと思います。皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。以上、ゴリラスタイルでした。バイビー。お、ハンドガンこんな感じや。おう。YouTube、Twitter、TikTok。おお、拳でフォローお願いします。
それでは以上、これが最後でした。バイビー。 YouTube、Twitter、TikTok、お会いします。バイビー。あれ、なんか2回言っちゃった。バイビー。